が70枚360枚の獲得で終了。当たった。多分レア役で書き換えてくれたかなと。
まあ、そんなことはどうでもいいっすよ。おい出てくないっすね、キャラとか。おい48、トップ目もチャンスゾーンっていうチャンスゾーンね、ゼップする人なんでね。もうビッグだと思ってビッグの引きコマ数でやったら案の定揃いませんでした。調子乗りすぎました、すいません。まあ、僕はね、もうどこをやるか決めてるんで、選ぶの僕もここ選ぼうと思ってますね。ここチョキでしたっけ、ここ。もうチョキ、ここしか狙いませんよ、僕は。ここはもうここしか狙いません、ここしか狙いませんから。とか言いながら、ここたことをちゃんとやるべきだと思います。あれ、ここだったのかな、本当に。このガビチャンスね。
今のビッグアイ入れたかった。ここれね、レアーといけると、こここの RT 中に結構大チャンスなんですよね。よっしゃパパさあ戻してやったぜ。パパあらーこれで 10×3 はやめてくださいって。ここで何人？あ、一人か。しかも、まあまあまあ、まあ入ったことに意味があるでしょう。50ゲーム250枚。来てしまったので、本日はちょっと悔しいんですが出玉を流してエンディング迎えたいと思います。まあ、今ホール状況を確認してるんですけど、もうガルパンがもう異常に出てるんですよ。で1台だけ出玉を持ってないんですけど、それは初当たり自体引けてるんですけど、回数がもう全然違うと28で、まあ、最高で6169、44っていうところで、まあ、全体系としてはガルパンがもしかしたらあるかもしれないですね。獲得枚数は117枚でした。実戦終了しました。お疲れ様でした。本日ですね、第3走者として、ここニコニコ御殿山店さんで立ち回らせていただきましたが、本日はですね、前回のタクさんのメッセージもいただいて、まあ、自分も、この番組見て、ちょっと勉強したりして、バラエティコーナーが強いっていうところを分かったので、まあ、バラエティコーナーメインで立ち回らせていただきました。まあ、結果なんですけど、まあ、まずはちょっと言わせていただきたいと思います。投資が1400枚、回収が117枚、サマイ数のがマイナス1283枚という結果で終わってしまいました。申し訳ないです。まあ、A タイプコーナーに至っては藤子が朝から打たれてるお客様でも僕が帰る時までも打たれてたというところなんで、まあ、上3つのどれかはあったんじゃないかなと思います。まあ、今回に関してはその A タイプに
そこまでは入ってなかったかもしれないんですけど、トータル的にはそのバラエティはいい台がかなり多かったので、まあ、何を狙ってもいいんじゃないかなとは思います。まあ僕が今日ねちょっと 1,2,3,4 台打ったので、まあ、その中で最後 AKB はちょっと実践時間がね限りがあったので、まあ、打ち切れなかったですけど、結構予想も悪くなかったんじゃないかなと。一度もまあ480はまってないですし、まあ、推しメンチャンスの入りもまあまあ良かったので、まあ、継続だったりとかもいい部分はあったので、まあちょっとね意外ない結果でしたけど、いい台積もれたかもしれないんじゃないかなと思いました。またですねリベンジの機会ありましたら、よろしくお願いいたします。本日はですねここで終わりにしますが、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。